はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はメダロットレースの動画撮ろうと思うんですが、まあね、前回というかね、今来ている、黒とじるとね、新山の、ピックアップガチャなんですが、黒とじるの方は出たけど新山が出なかったということでね、まあ60連40連と合計で100連したんですが、追加どうしようかなって言ってたんだけど、なんかね、ブラックメールが次来るらしいんだよね。なのでちょっと、今回はね、これはねやめておこうかなと思いますという話がまず一つでね、そうなるとまあ一応ね、何の1パーツも持ってないっていうのが、まあガチャゲンのね、この5体っていうことになっていて、その中でね、新山だけはねちょっと、期間限定というかね、今回取り逃すと取れないと。まあ、残りの4体はまあそれからもね出るはずなのでいいんですけど、ちょっとね悔いは残るかなと。まあいずれ復刻するとは思うのでね、それを楽しみに待ちたいかなと思います。なんかさ、一通り出たらさ、カブトピックアップとかクワガタピックアップとかさ、そういうのやってくんないかなっていう期待はしてる。で、今回ねちょっとね何をしようかっていうと、フレガチャがねまた100連できる分、フレンドポイント貯まったのでフレガチャ引きたいんですけど、狙いとしては、ゴーフバレットの右腕、あのねちょっとコンプリートしてここのね解説文読みたいなっていうね。あのコンプリートしてると、ちょっと待って、まあバストロイヤーとかで見ると、まあこうやってね、あの解説読めるじゃないですか、絵が出てきて。これをねちょっとね、あのゴーフバレットのやつとかも見たいなと。でフレガチャからしか出ないので、ゴーフバレットの右腕とドクターステディの両腕と、あと、ユイチータンもね右腕が出れば揃うので、その辺をちょっと狙いたいかなと。あれちょっと待って、ユイチータン、あれ初期星1にしててユイチータンどっかにいなかったかな。見逃してる、いた。そう、ユイチータンもね右腕が出れば揃うので、ちょっとねこの辺を狙ってフレガチャ引いていきたいかなと思います。まあね、フレガチャもね、もしかしたらメダロッター追加されたりするかなとかっていうのを思うと、一応ね今、入ってるメダロッターはね全部コンプリートできてるので、フレンドポイント取っとく方がいいのかもしれないなっていうのも思ってるんですけど、一応ねメダロッターは全員ゲットしてるので、まあレベルもねかぶせてもそんなに上がらないしっていうことでね、まあ今回は、フレガチャからしか出ないこの辺の機体をね、まあ試作1号とか、まあ、コンプリートできているっていうのもあって、まあこの辺のねやつで出てきてないやつを狙っていきたいかなと。ボアブースターとか、フラッフィーヘア、シーキャッチャーあたりもまあ何パーツか足りないと。でね、特にね、なんかゴーフバレットとユイチーターに関しては、あの初代とか2とかでね雑魚的でよく出てきてたので、ちょっと思い入れがあるかなっていうことでね、ゲットしたいかなと思ってますということで、ちょっとね前振り長くなっちゃったけど、10連10回100連分ね回そうと思います。まあ狙ったところがね出てくれればいいんですけど、さあ銅大、黄色が3つ、おマックスネークをコンプリート、あここもリーチだったんだ。あセブンカラーズもコンプリート、おなんか狙ってたとこじゃないけど2機コンプリートできましたね、オッケーそしてデスボムだかなんだかが上がる、デスレーザーかな、どっちだったろう。さあ2回目、20連目、3つか、いや4つだな奥の方でも使ってた、おーねこっちのメスのテディベアの方はまだね脚部しかなかったんじゃなかったかな、だからあと両腕かな。でこの2人がかぶったと、なるほどね。さあ1234個だね。さあ
あ、試作1号と遺跡とカメレオンの足が、よく出ますね。お、遺跡レベル3。OK。はい、3つか。さっき1機と。お、1機レベル3は嬉しいね。ただまあメダロッターかぶるよりやっぱりパーツが欲しいっすね。5つあるね。おー、レトルト、岩のり、あとはなんだ、持ってるパーツか。でさ、フレガチャで出るさ、星1もさ、サイプラちょっと欲しくないって思うんだけど、くれないんだよね、残念ながら。おー、レトルト3、岩の芋3。なるほど。2個か。お、ボアブースターコンプリート、オッケー。なんか欲しいって言ってたところは出てないのに続々コンプリートしてるな。さあ次、3個、あ、4個だな、奥にもある塩辛続きで遺跡先として、工事とメダロッターかー。いや、まあメダロッター悪くないけどね。さあ次は、3つ。もうかりんちゃん、遺跡、何の腕だっけこれ。あ、マックスネークか。はい、あと2回か。20連残り。さあ2個か。鏡山か鏡山なるほどね。ラストか。たくさん光れ。あー、4つか。ね、なんだっけ、ソルト、光る、おー、レトルト、光るとレトルト一緒に来るのもなんかいい感じだけど、こいつなんだ、ま、アントルジャーの頭か。はい、ってことでした。はい、なんか結構コンプリートしてたね、さっき見ると。ボアブースターコンプ、12種のイノシシをモチーフにしたメダロット脚部の加速性能が生み出すその突破力は天下無双、怒涛の勢いで突進する様はまさにちょっとつ猛進と。ほう、なるほどね。あ、飛行なんだ、なるほど。ちょっとね、ゴーフバレットリーチだったし、ちょっと揃えたかったな、残念。そうでね、テディベア揃ってんだよね、アイクレシックマンのぬいぐるみね。これは前4だかな。で、アレクベアが、あ、腕1個しかなかったのか。で、頭ゲットしたと。じゃあ、あと2パーツだね。ドクターステディの腕も出なかった。あとなんだっけ、今回揃ったのは、セブンカラーズか。保護色で身を隠すカメレオン型メダロット、隠蔽能力に特化しており、敵の察知を逃れるステルスと、射線を遮るコンシールが特殊な戦術を切り開くと。ほいほいほい。うん、コンシールステルスか。まあなんか意識で使うっていうよりは、なんか腕だけとか頭だけとかピンポイントで使うイメージかな。あと今回揃ってたのは何だったっけ。なんだっけ、ユイチータン揃わなかった。アントルジャーはキャッ、あ、ここも脚部リーチか。なるほど。あ、マックスネークだ。マックスネーク揃ったよと。毒牙を持つヘビ型のメダロット。相手の判断能力を失わせるウイルス攻撃を武器に一切の行動を許さないまま敵を仕留めると。なるほどねと。あとは、まあ、変わらずかな。うん、そうだね。
ノットタッチ脚部と頭が来てない。なるほど。はい、そんな感じでした。死んだなまあいいや、そんなわけで今回はフレガチャ100連してみまして、まあ何体かね、あのフレガチャからしか出ないメダルとコンプすることができました。ただね、当初狙ってたね、ゴーフバレット U1 弾あたりのね、ちょっとお覚えてるぞこの機体みたいなやつを、コンプできなかったところは残念でしたという感じかな。あとまあメダロッターがねそこそこレベル3になり始めたかなっていうところかな。まだね俺講座をねもう実は誰に使うか迷ってて一個も使ってないんだよね。一個も使ってないんですが、これなんだっけ、レベル順にしてあるのかな。相当、あ、そうだね、レベル順にしてあるね。まあ、ひさき荒らせはともかく、結構ね、レベル3は増えてきたかな。遺跡、勇気、キララ、アズマ、小石丸、一気。この辺までレベル3か。結構レベル3いるね。はぁ、なるほど、なるほど。でもね、なかなかね、やっぱね、フレガチャで被せてレベル上げるのはきついねって感じかな。いやというわけで、まあ、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。